十一音節詩、詩句、詩行は詩形だが、異なる二つのものがある。エンデカシア棒、ヘンデカシラブル、ダンテ、新曲など、イタリア詩に多く使われる詩形。ヘンデカシラバイ、ヘンデカシラビックカトゥルスの使った印律。エンデカシア棒は、十番目の音節に、最後の強制を持つことによって定義される。よく起こることだが、この強制で音節がこぼれて、詩行は、 文字通り、11の音節を持つことになる。最もよく使われるのは次の二つである。イタリアの古典史の多くは、エンデカシアーボーで作られている。例えば、ダンテ、ペトラルカ、ルドビーコ、アリオスト、トルクアートタッソの主要作品がそうである。しかし、応援構成は様々である、テルツァリーマからオッターバーリーマに、ソネットからカンツォーネに、1800年以降の誌では、 エンデカシアーボーは厳格な体型を持たず、応援もあるかないかだった。ジャコモ・レオパルディのカンティがその恒例で、このエンデカシュラバイ・サイオールティは、英語詩のブランクバースに似たものである。イタリア語詩におけるエンデカシアーボーに相当するものは、英語詩ではジャッキョー語捕獲、フランス語詩ではアレクサンド・ランである。英語詩でのエンデカシアーボーには、ジョン・キーツのエンギミオンがある。 冒頭のエーシング・オブ・ビューティーズ、エー・ジ o y f o r エ v e ーで言えば、エヴァーが11番目の音節になる。カトルスの使ったヘンデカ・シラバイは、強制ではなく、陰脚の音量、つまり、母音の長短によるもので、毎行11の音節を繰り返すリズムパターンを持っている。ユーユー、ユー、ユー、ユー最初の音節は、スポンデオスが常だが、時には、イアンボスになることもある。 最後の音節がスポンデイオスになることもある。札幌主体では次のパターンになる。U, U, U, U2 番目の音節はスポンデイオスになることもある。英語詩では音節の長短はなくアクセントの強弱になるがアルフレッド・テニスーニやアルジャーノン・チャールズ・スウィンバーンがこの詞形で詞を書いた。次のテニスンの詞はさらに音節の長短も維持している。 ありがとうございます。